おはようございます。3月28日木曜日の朝です。昨日は太陽のある一日でした。久しぶりに太陽を満喫した気がします。今日は朝から曇っていますけれども、気温は低くなく暖房をつけない朝になっています。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして体と床がどう接しているのかを観察してください。右の肩、左の肩、どちらが動かしやすいですか？少し右の肩を持ち上げたり、左の肩を持ち上げたりしてください。この肩を持ち上げる動きが体にはどんな影響を与えているでしょう。はい、では動きをやめて、頭を左右に傾けてください。はい、では両膝を立ててください。両手は天井に向けて持ち上げて、手と手は肩幅、手のひらは向かい合わせにしてください。でも指や手首、肘はピーンと力を入れて伸ばすのではなく、ふわっと力を抜いて、かろうじて手が天井に向いているという状態を作ってください。肩はストーンと床の上に落としておいてくださいね。昨日はこの指先が天井に近づきながら肩が持ち上がって、その肩を耳に近づけていく動きでしたけれども、今日はこの持ち上げた肩を腰に近い方に下ろしていきます。そしてゆっくり戻します。この腕はずっと床から垂直の状態、持ち上げた状態、傾いていかないでくださいね。この状態で肩を持ち上げて腰に近いところ、そして戻ります。最初右からいきましょう。右手の指先が天井にふーっと近づいて、そしてそれによって浮いた肩を腰の方向に少し移動させて、その真下に肩を置きます。そしてその状態でゆっくり体をの力を抜いてください。そしてまた指先がふっと天井に近づいて、肩を元の位置に戻して床に置きます。優しく優しくこの動きを繰り返してください。この動き、肩を持ち上げて肩を移動させて肩を置くというふうに口で言ってしまうと、どうしても肩に力が入って肩を動かそうという気持ちが強くなってしまいますよね。できるだけできるだけその肩に力を入れず、この動きができる方法はないかなとやってみてください。肩を動かすには指先がふっと天井に近づきますよね。天井に近づくときに足、右足で床を少し踏んでやってください。そうするとふわっと
指先が天井に近づいて肩が持ち上がるでしょうか。そして肩を少し腰の方に移動させるためにはどうでしょう。肩以外の場所、右の肩以外の場所が少し動いてあげて、そして肩が、右肩が床に戻ります。戻ると体はどう元の位置に戻ろうとするでしょうか。この戻ってくる体の動きに注目してください。ああ、こんなとこも動いてたんだなということがわかるかもしれません。手が重いなと思ったら一旦手を下ろして休んでください。呼吸もゆっくり2回、3回として力を抜いてください。ああ、力が抜けたなと思ったらまた同じ体勢をとってゆっくり肩が床から浮いて腰の方に降りて、そしてまた肩が浮いて元の位置に戻ります。骨盤や背中はどう動いていますか？頭には動きがありそうですか？首や肩、固めず、そして肩を大きく持ち上げようとせず、少し浮かせて、移動させて、そして戻ります。膝やお尻、固めず、ああ、こんな風に動いていいのかなと思ったら、ぜひ動かしてくださいね。では、ゆっくり動きをやめて、両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。肩の高さ、どちらが頭から離れているでしょう。肩甲骨と背骨の距離、右と左を比べてください。あばらの長さはどうですか？右と左比べて、どちらが短くてどちらが長いでしょうか？ではもう一度、同じように両膝を立てて、両手は天井。そして今度は、左手の指先が天井に近づいて肩が持ち上がったら少し腰の方に動かしてそのまま下に下ろします。下ろした時のこの右手と左手の位置を比べてください。少しずれてますよね。そしてまた指先が天井に近づいて元の位置に戻ります。そうするとまた右手と左手が正面に向き合うような位置になっているでしょうか。この動きをゆっくりと繰り返してください。呼吸は止まっていませんか？この動きで左の肩甲骨は あばらの上でどう動いているでしょうか。あばらの上っていうのもちょっとおかしな表現ですね。あばらと接している肩甲骨はその接している面から
動きが感じられますか？体中でどこかすごく力が入っていたり、どこかすごく頑張っているなと感じたら、一回動きをやめて休んでください。そしてゆっくり呼吸をして、あ、力が抜けたなと思ったら、また同じような体勢をとって、できるだけできるだけ一箇所に頼らない、体の他の部分が動くことによって、一番疲れそうなところを助けてあげることはできそうですか？大きく動こうとせず、ゆったりと動いてください。では一旦両手両足を床に預けてください。もう一度同じような体勢をとって、今度は交互に、動いてください。左手の指先が床に近づいて、天井ですね。天井に近づいて、左の肩が腰に動きます。今度は右ですね。ゆっくりゆっくりこの動きを連続させてください。大きく動こうとせず、ゆったりと持ち上げて、少しずらしておきます。そうすると、徐々に徐々に足元の方に移動するでしょうか。背骨はどんな動きをしていますか？はい、では動きをやめて仰向けになって、体を床に預けてください。肩を左右交互に浮かせてみてください。最初に比べてこの動きやりやすくなってますか？そしてこの動きが体全体にどのくらい影響を与えているでしょうか？では頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。はい、肩周り少し軽くなりましたか？では今日も一日ゆったりと過ごしてくださいね。ではいってらっしゃい。